いいからこいつらを紹介しろ。私はロセ。そう、戦闘用人造キメラのロセ。俺の名は戦闘員6号。そう、改造手術を施され。自分は如月アリスさんだ。お前みたいな痛い子ちゃんでもちゃんと使いこなしてやるよ。私を作ってくれたおじいちゃんがこういう時はこうしろって。初めまして、私はグリムよ。体調は最大者？ちなみに私は独身よ。独身ですよ。なぜか不思議と彼女はいない。そう、そうなの。二人とも何の話をしている？ねえ坊や、お姉さんのスカートの中が気になるでしょ。そうすればあなたに洗礼。ああ、音に見せるつもりまではなかったのに。専業主婦として養ってもらうわよ。逃がさないわ。まあ落ち着け怪人ひもパンパン。その呼び方はやめた。さあ、私を殴る度胸があるのならやってみろ。我が豪華の海に沈むがいい。クリムゾンブレス。ったく、やってくれたね。見たところお前がリーダーだろ。あんた何してるんだ。魔族の幹部クラスか。私は魔王軍四天王が一人、炎のハイネ。お前素直で面白いな。いっそ魔王軍に入らないか。気に入った女は全てお前のものにすればいい。入ります。即決すんな。のロゼ、行くぞ。無理だ。はこの灼熱剣は相性が悪すぎる。私は持ち帰る分の帽子を避けちゃいます。くそ。支援はしてやる。ガリム、なーにすでに死んでる。ぶっちゃけさ、ひもパンしか知らないけどよ。隊長、お前が生き返るのを待っていたんだよ。ねえ隊長、もしよかったら私とデートしない？隊長、この車椅子はすごいわ。おい、前方にまたまたサンプル発見。待て待て待て。あなたも憎いでしょ、カップルたちが。いえ、私は彼氏いる。足の力を弱体化させる呪いとか、そんなのが跳ね返ってきたのか。これは靴を履けなくなる呪いのせいね。は？そこまで言うのなら本気の呪いを見せてあげる。この彼氏持ちに災いを。おい、